頭を抱えてる。前田さん、なんか問題が前田何があったんですか。万能ネギを頼んだのだけど、ニラじゃん。さあ、お買い物。ありそうじゃない。ケーキミックス。パン粉。あ、あったよ、ほら。あったあった。パン粉さん。はい。チューブの生姜。あ、それだ。え、どっちが。やっぱ本生でしょう。本生っすか。うん、本生で。はい。あ、ちょっと待って、カラカラウオあんじゃん。ちょっと俺。じゃ買ってこう。いや、俺が欲しいんだよ。買ってちゃう。いい？いや、俺が持って帰るんだよ。いいか。長ネギ、うん、小ネギないっすね。はい、これでいい。ないね。いや、俺てっきり万能ネギをちゃんと握りしめたと思ったら油断してたよ。まあまあやりがちだけどね。うん。あとパクチーがなかったね。そうなんですよ。買ってこいって。ということで、じゃあ OK に行きますか。大変申し訳ないんですが、はい、とっとと、はい、とっとと行きますか。買い物失敗でしたね。今日のお魚。今日のお魚、いっぱい釣れた感じ出てますね、ここに入れると。カサゴが偉いね、うん、すごいな、カサゴの洗剤が。じゃあちょっと先に鱗取ってくれ。ガマカツ。あ、ガマカツのいい、全然いい、全然いい、最高。へえ。これ内臓落とし入れる。先にじゃあカサゴから。全然飛ばないな。うん、本当だ。確かに飛ばないね。本当にないね。でしょう、うん、すごい。何買いに行くんですか。ね、小ネギと。さっきネギ買ったじゃないですか。ニラだろそれ。間違ってニラ買ってる場合じゃねえんだよ。え、これ買っちゃう。あ、すごい。これ買ってっちゃう。これ甘いものには目がないですね。そりゃそうっすよ。うまそうだな、これ。めっちゃ目キラキラしてるよ。おっさんの目が、おっさんなのに目が超キラキラしてました。今、キモいっすけど。いや、キモいとか言うな。さつまいも好きだからさ。あ、そうなんだ。そう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 。ほら、じゃあ今度、いつもいくらいただいてるんで、あの、三好の、ああ、いいね。リモは、さつまいもは、ちょっと美味しい、有名なんで。マジで？はい。ちょっと見ていいか。水曜日に彼氏が来るの。いやいやいや、それどうなっていいか。どうするんですか。いやいやいや、どうするんですか、お父さん。だから、うん、本当はそこで食べる魚を今日釣る予定だったんだけど、そんなの無理に決まってるじゃん。無理ゲーだよ。だろ。無理無理、うん、無理ゲーです。無理ゲーですよ。それパクチーだけないの。 あるよ、あるよ。あった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 、ありました。マジであるの、本当に。お、すげえ。ちょっとこれ主婦みたいだよね、そういうところで。ちゃんとさ、これなんか湿ってるじゃん、乾いてんのさ。おお。そうそうそう。あ、万能ネギありました。あ、あったあったあった。はい、10枚入り十分でしょ、ね、これだけ。なんか物足んなくね。うなぎ一緒これで、ね、いいっすか、うん、じゃあちゃんと買えました。うん、終了。買えました。それなんすか。チゲ用スープ。甘いのも好きだけど、辛いのも好きなの。辛いのも好き。へえ。じゃあ今回は、うん、結局その娘の連れてくる彼氏のために魚釣ってくるよって言ったのが全部原因と。釣れなかった原因はそれだと。そうです、すいません。それどうするんですか。お父さん結構ダメですねとか言われたらもうぶった切っちゃうんですか。いや、ぶった切らないですよ、そんなの。だって釣れなかったら自分が原因なんだから。男らしいですね。違うか、俺じゃねえかもしれないよね。原因は村岡さんかもしれないしね。あ、村岡さん、うん、悪いのは、うん、本人言ってたじゃん。だってボートの釣りはもう釣れるか釣れないかの半分は船長だと。そうだね。だってみんな釣れてる時に釣れてんのは俺のおかげだって言ってましたもんね。そうだったっけ。そう、言ってた。言ってた。船長だからって。あ、そっか。じゃあ釣れなかった時の責任もやっぱり船長になるかな。船長になるね、やっぱりね。しょうがないですよね、それはね。感謝の言葉は。ありがとうございます。そういうの求めるんだ。自分が間違ってニラ買ってきたくせに。そういえば、そういえば、はい、釣り味初撮影、はい、どうでした。いや、皆さんマイペースで。あ、マイペースと思った。
そうですね、もう個々の個性 が、はい、輝いてました。ないなっていうのは誰でした？ないな。そういう言い方。じゃこれ動画のタイトル何でしたっけ？釣り親父。釣り親父の略習どうなるかな。なかなか苦戦会じゃやったんじゃないですか。あ、そのね、苦戦の理由が分かった。重大な発表は編集後に。編集後に。最近です。会合の中にね。まあ言っちゃうと、クリさんの娘っ子が彼氏を水曜日に連れてくると。それはおめでとうございますなんだけど。だけど、食事をするんだと。じゃあ、お父さん、魚今日釣ってくるよって言ってきたらしい。人生最大級のフラグが入れちゃった。そうですね、釣れるわけないよ。いや、どもりで反応の割には怖い。どもりは乗っけてるはず。そうだったのか。じゃあ、誰か白髪ネギを作ってもらうのと万能ネギを切ってもらう。難題が来ましたよ。白髪ネギじゃんけん。やったことないんだけど。まあまあ、こうじゃない。まあまあ、まあ、やればできるよ。ありがとうございます。じゃんけんぽい。くせ者ぞ。何出す次。みんなチョキ出したから、うん、次はみんながきっとチョキを出すと思って、うん、僕はじゃあグーを出します。あ、何出すつもりですか。いや、グー出すんでしょ、うん、じゃあパー出すよ。何出すんですか。パー出すよ。あ、俺一人負けするように。やっぱそう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 、白髪ネギがみんな嫌だなと。そうそうそう。なるほどね。やったことないし、うん、最初はグー、じゃんけんぽい。なんでそう。絶対裏チョキで来ると思ったから。そっか、素直に。じゃあ出したの。ちょっと、ね、次はどうする。じゃあ心がニコってたみたいだから、うん、少し綺麗にして、うん、じゃあ僕あのストレートにじゃあパーパーを出すってこと。出します。あ、なるほどね、分かった。はい、綺麗な心で。綺麗な心でね。はい、はい、はい、最初のグッチョキポイント。やっぱりほら、濁ってるから裏読みしたんでしょ。うん、裏読みをもう一つ読まないと。すいません、負けました。じゃあ、白金木、白らしてもらいます。はい、はい、こちら、献上いたしますので、俺らのことを散々バカにした村岡さん。はい。どっちがネギだ。これが3つあるってなかなかないよ。なかなかないですね。まず YouTube でお勉強。あ、そういうこと。そういうことね。やり方調べてるから。でもさ、もういきなりさ、もう白髪ネギカッターとかって言ってる。もうダメなんだけど。これから100均いけってこと。もう縦に細く切ればいいんですよ。そうね、もういいや。ちょっと待って、手洗おう。手洗って。洗ってからのスーパーニドリルグローブですから。スーパーニドリルグローブ、手洗うと入りづらいでしょ。入らないね、うん、着脱が大変なんだよね、それはね。 それいいの？切れない、うん、いや、魚さばくとすごい、なんか俺これでいつもやるようになったら、うん、もう素手よりはるかに快適になると、うん、小さい鳥がほとんど痛くなくなるから、うん、あのグッて魚が取った時にグッてってあるじゃん、うんうん、それがない、ほんとなくなる、うん、あ、そうなんだ。なんかクリさんが黒い手袋すると殺し屋みたいな。同じかと思ったじゃん。殺し屋感すげえんだけど。アラスカで何人やってきたんですか。いや、マフィアじゃねえし。あ、なんかすごいやりそう。何もやったことないですよ。何もあやめてきた感。やりそうの感じが違う。なんか俺違うと思うんだよな、それ作る。そう、そういう風に。嘘、違う。 YouTube そんな感じでした。いや、わかんない。だって白髪ネギカッターでシャ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 ってやってたからさ、なんか全然細くないよ。細くないよ。え、まあ、まずもう長さが違うんでしょう。そう、けどまあ、いや、やったやつを見せどころが見せどころ。すごい、いいね。もっと細く切った方がいいけど。すごい、うん、仕事してるみたいな、ね、ほら。こうやるのね。そう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 。やつか、あれだよ、100均行ってさ、白髪ネギカッター買ってた方が早いんじゃない。だからこれが楽だから、ああいう、ね、発明品みたいのができる。どうやるの。
で、あ、じゃあそうやるとペロペロって今度めくれるから、そしたらこの白い分、そう、白いところこれ使わないで、これ後で別に使わないんだ、白髪でいいだから、だからそれをそこから、うん、普通に千切りにしてこういう風に切ってもいい、うん、切ってもいい、うん、アラスカ思い出せ、切れてる切れてるとこれ繋がってまーすこれ切ればいいのかな、おー、うまい、すごい、あ、なんかビニールが危ない危ない危ない追加されました、まあビニールがあるから拾ったけど、ちょっと黒いの入ってる、黒いの入ってる、食べられないんで、それダメなやつですね、一番ダメなやつですね、水混入ですよ、水混入にしちゃったから、これどうしようか、今違う料理にしようとしてるなんか散らがネギじゃないもの作ろうとしましたよ今ね、長い、長くなっちゃうどうするこれどう、こう切って、一回こう切って、長さ合わせて、うん、それを残ってるやつをこういう風に切っちゃう、そうする、うん、じゃあそうしよう、こうしてもうこれでいいか、よくね全然知らがんだから、前田さん、職場入ってきた新人はこんなだったらどうするの、いや、それゲストに出せるっつって、なるほど自分のとこに来て、これ食べたいって思うって、なるほど、やっぱ企業だからコンプラがしっかりしてるね、うん、お客さんの気持ちになって考えようと、ね、う、一昔前だったらバーラーとかって言われるのがね、ほらなんか料理人の世界みたいだったけど、そんなこと言ったら前田さんちょっとなんだね、先はじゃあ怒られちゃうんだ、そう、怒られちゃいますよ、今は涙がこう出てくる、玉ねぎ切ってみたいな、それはそれやっぱり娘のこれネギのせいじゃなくて感情的なもの、そう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 、思い出したんでしょ、娘との日々を。いや、俺ナギともさ、うん、この間塾の卒塾式っていうのがあるんですよ、うんうん、そんなのあんの、え、泣いたよ、これ泣くの、号泣した、何要素で、なんかね、卒業式と同じ勢いで泣ける、うん、あの症状みたいなのくれて、だってなんか学校のそのさ、また会う日までみたいなことではなく、うん、ないじゃん、うん、すごい、うん、頑張ったねみたいな、アジフライ、アジフライ、そう、頑張ったねの、ちっちゃいからちょっとね、あんまり大きいとね、ちゃんとこう綺麗に取った方がいいところもあるんだけど、ちっちゃいから多分揚げちゃえば食べれるかな、そうなんですけど、食べれます感じで、はい、いやけど本当にあんな人が先生の前でこのほら以下同文じゃないんですよ、生徒一人一人に先生がもう5分ぐらいコメントするんですよ、へえ、ちゃんと一人一人に向き合って、向き合ってなきゃできないようにするんだ、先生、まあ逆に学校がそこまで向き合いきれなかったりするから、うんうんうん、塾がそういう代わりになってるのかもね、うん、そうかもしれないですね、どう、よくないこれ、いや、あ、いいや、ね、いいね、もういいだろ、もういいかいつものパターン、いつものパターン、今日の日本酒はこちらでございます、そう、あ、発音が微妙な、ダッサイ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 、入らん、ダッサイ、ダッサイだと思ってた、ダッサイ、あーすいません、また俺一人だけ飲んじゃっていい場所、村岡さんは、俺はね、もう一本ビールで、ビールで取っといてくださいね、はい、大丈夫です開封動画、あーいい香り、まあじゃあま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 あ、だから言いやすい、これ美味しいよ、うん、美味しい、ただじゃあパクチーと小ネギも、はい、あー、うん、食べてみてるでしょ急に衛生意識アップだよねそしたら、美味しい、アジを一回焼いちゃいます、これちょっと焼いてもいいよね、あー、いいね、あぶってね、あぶってね、どこね、なんかみんな手伝ってますね、今日苦労して伝わるで、東京みんな普段みんななんかこっち側に並んで東京巻いてるだけなんですよ何用ですか、これ炊き込みご飯用です、おー、マジの炊き込みご飯、香りをつけるために焼くんです、そう、しっかり焼いて、前田さん、つまみが欲しい、つまみが欲しい、いい酒屋酒屋前の、すごい、鯛飯と一緒だね、そう、鯛飯と一緒、すごい、あ、そうだ、ダサい、ちょっとちょうだい、ダサい入れちゃう、ちょっといいね、豪華にいかないと、はい、
すごい。そこで人なんだ。うん。はい、そしたら普通だけで普通だけで大丈夫です。ネギ焼く？じゃあ、あ、これ味付けて、うん、これとさ、ちょっとネギ少し、うん、いい香り、うん、いやー、この味は苦労したから美味しいだろうね。確かに苦労したもんな。アジっていっぱい釣れるもんなんじゃないですか。俺も今日までそう思って生きてきたよ。おー、あいい音。油何度？多分180ぐらい。これさ、もう揚げちゃうってことはすぐ食べないの？いや、その方がいいですか？ちょっと揚げたて、揚げたてが食べたい。こんなに苦労して食べたの食べたくない。中華蒸しなのジューっていうのを最後にしようかと思って。あ、はい、じゃあいいです。逆にちょっと油を落としとくぐらい。それぐらいのね。うん。おい、すごい。美味しそう。いやー、すごい楽しみですね、これさんね。全然楽しみではないです。だって本当は釣り行きたいんだって。何？釣り行きたいんだけど、ほら、釣り行けなくなっちゃった。わー、楽しみ。はーい。美味しそう。美味しそうか。揚げたてをなんと食べられないなんて。人生で初めての経験だ。いや、そこダメでしょ。絶対俺が食べる。これで蒸すんですよね。これで蒸します。美味しそう。常に常備されてなんかいい匂い。練習じゃん。ごま油をかける。まず熱して。すごい量。この量かける。プロの料理人の使う油の量はすごいね。もう、もうめちゃくちゃいい匂いしてきた。ああ、いい匂い。ああ、いい匂い。花粉症も俺でもわかる。いいかな。もう来てる。かなり来てる。いい感じ。めっちゃいい感じ。つくねだ。もっと入れたかったな。あ、そのコンボをね、ネバネバまで叩いてるんですよ。どん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 なんか注文が増えてくるんだけど、うるさいんだけど。いやけどほら、料理してくれる人もさ、そう言われた方がね、やりがい出ますよね。あれやってこれやって、うん、面白い、ね、美味しいって言われればね、うん、じゃあ行きましょうか。うん、食べよう。はい、じゃあ、はい、前田さん料理ありがとうございました。ありがとうございます。笠子の中華蒸し、笠子の中華蒸しとアジフライとアジの炊き込みご飯です。炊き込みご飯ですね、はい、なんか少なくね。そんなそれなかったじゃん。そっか、7時集合だったよね。7時集合、7、8、9、10、11、12、1、6、7時間も一匹あたり何1時間1時間まあ、その辺もありますわ。そうですね、まあ、今回理由がはっきりしたんでしょうか。そう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 、全部クリさんの、クリさん、俺のせい。そう、うん、クリさんのせい。けどクリさんは村岡さんのせいだって。そう、俺はそう思ってたんだよね。じゃあ、いただきます。いただきます。味飯、うん、あ、ほんのり味の味、うん、しょうがない、少ないからね。俺多分ね、2番目に大きい味っつったんで、多分これが味は大きく、うん、心は小さく器も小さい。で、このタルタルでいいんでしょ、うん、ブリザッコタルタルソース、うん、これが美味しいんだ、うん、これどこでも売ってるの。これね、カルディで売ってます。あ、カルディ売ってるんだ、うん、ピクルスの代わりにタクアンが入ってる。タクアンが入ってる、うまいですよ。あ、そっか、ピクルスの代わりね、がタルタル美味しい。ちょっとカサゴ手つけちゃっていい？これ。おいしい。うん。すごいプリプリで、あ、美味しい。あら、カサゴ美味しいよこれ。これ前田さん、カサゴあれだよね、ジグで釣ったんだよね。うん、結構もうキワキワ投げてましたもんね。うん、多分ボトムだね。確定して巻いたらこう。うん。カサゴ美味しい。
まだ25センチぐらいあったじゃん、この傘も、うん、だから7歳、8歳、うん、あ、そうなんですか。うん、7、8年頑張って、うん、風の塔で垂直の岸壁であそこまで育ってきたのに前田さんのジグに飛びついてしまったがために、ダメにここで中華虫になってしまうなんてまあ、美味しくいただければうん、そういえばタチウオはどこ行っちゃったの。タチウオ逃がした。あれはリリースだ、うん、あんな可愛いタチウオ初めて見た、うんうん、でもあれ東京湾で生まれたタチウオだろうな、あれきっと、うん、だろうね、うん、タチウオって産卵場所ってどこなんですか。どうなのね、そんなにまだ分かってないの、タチウオって、うん、いろんなこと、まあね、分かってない、うん、料理が優しいよね、うんうん、前田さんのね、うんうんうん、タピアまで作ってくれた、あんかけうまかったね、うん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 、あれ美味しかったね。あれをもう一回持ってこな、ここに持ってこないとこが素晴らしいね、うんうん、そうね、考えたけど、またあれかってなっちゃうからやめた方が、ね、技持ち、さすがです。あんなに絶賛されるとさ、うん、ちょっとそうそうは出さねえぞみたいな。これ、アジフライ骨までいけた。うん、うん、あ、うまい。傘の方、風の塔の魚美味しくなった。ああ、そうなんですか、うん、こういう感じ。俺の中では評価半分ぐらいだったんだけど、うん、奴がいない。いないです、うん、うん、いないですね。いないでしょ。いないです。ワンオクの、うん、いないですね。あれ、何なんですか、匂いのプロとして。水カビ。あ、うん、で、うん、ごく微量なんだけど、はい、人間がそれすごい、うん、ピコグラムだとしても、うん、0.000000 いくつでも感知しちゃう。人間が嫌がってるもの、うんうん、はい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 、あの腐った匂いとか、うん、カビの匂いとか、うん、やっぱ危険な匂い、焦げた匂いとか、うん、だから危険のうちで拾っちゃう。そうですね、焦げた匂いってすごいよね、人間ね、うん、だからあれはやっぱり火に対する恐怖なのかな、だと思うね、うん、くせにね、人間焦がしたりするけどさ、うん、料理でね。くんくん、イワシ食った方がいいんじゃない。あ、イワシ、うん、自分で釣ったやつ、うん、イワシ美味しそう、うん、これ全然終わってないのね。終わってない、もうそのままいった、うん、なるほど、うん、あとご飯にかけたらうまい。何を。このタレ、うん、いいね、うん、ちょっとスプーンでスコーカーあー、うん、いいね、うん、やっぱ日本酒が美味しいと片口だねまあイワシにはなれないよ、ボラの仲間から。やばいよこれ、ご飯マジうまい。こういうね、これタレとか好きなんだよ。これぐらいでちょうどいいかもね、味、うん、そう。はい、じゃあなるみちゃんも食べてください。ありがとうございます。一日カメラご苦労様でした。お疲れ様でした、ね、お疲れ様でした。初撮影、これからも釣り親父をよろしくお願いしますこちらこそです。いろいろひどいけどし、これからの分も謝っときたい、いろいろごめんなさい先にね、先に、ほら、ほら、ほら、謝っときな、謝っときなさい、みんないやいやごめんなさい申し訳ありませんでした。はい、どうぞ。今日はどうぞ、はい、お願いします。なんだこれ、今までにない緊張感うん、おいしい。そう、このタレをさ、風味がすごい。このスプーンで、カサゴ中華蒸しのタレを一かけしてちょっと食べてみる、はい、やばい、これはこれは今日一のね、感動レベルたっぷりかけたところ、うん、いいお味になりました。うん、うまいじゃん。美味しい、めっちゃ美味しい、うん、なんか味が染み込んでます。うんうん、うん、最高。ああ、さあ今後ちょっとさ、いきなりせっかくなるみちゃんの初ロケこんな釣れなかったらさ、もしかしたらもう二度とやりたくないと思ってるかもしれないじゃん、ね、そんなことは、まあ、俺が悪いんですけどちょっとなんとかいろいろフォローしてくださいよ、うん、ちょっとお二人フォローしてくださいよ、お二人フォローしようがないね釣れねえんだでも反応の上はにはいたよ、うん、あ、確かに、マリツ出てたからね、うん、だけどほら、釣れてる時はさ、うん、船長のおかげだって言ってたじゃん。うん、そうだね釣れない時はじゃあ誰のせいだって俺のせいまあ、まあね、うん、ご結婚おめでとうございます。忖度しなきゃいけないからね、うん、そうね、ご結婚おめでとうございます。 ありがとうございます。まだ何にも決まってないもんね決まってないんだけどね、まだ彼氏連れてくるってだけなのにね。まだそんだけ、そう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 、そんだけです。だけどそのために魚釣ってくるって言ったんだって、うん、あ、じゃあもう嬉しいんだ。え、別に嬉しくはないですか。どんな気持ちなの。いやでもほら、実際まだね、結婚するとかしないとかって、うんうん、式がいつとかってなってるわけじゃないから、うんうん、だから別に気持ち的には何も変わってないですね、うんうん、
釣り親父番外編、栗さんの娘の結婚式を取りに行くみたいな。これひどくなりそうだ。新婦の主賓挨拶の後に俺たちに一枠ちょうだい。絶対やらねえよ。もう先が見えてるじゃないかよ。どうなるか。嫌な匂いしかしないよ。しねえよな。ぶち壊しになるのがもう目に見えてるじゃん。この辺で締まりましたかね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。